知ってる？ん？2人だけでずるくない？私も知りたい。わ、危ない。ああ、もう来てたんだ。これでみんな揃ったね。出て、さっきの話何？そうそう、実はね、卵のお世話？見てジュエル、紙粘土の卵、今日はこれをデコレーションするの。私、イースター大好き。ジュエルも私たちと一緒にやってみる？もしもし？エマ、ニュースよ。今、ソフィーおばさんが病気のウサギを見に行ってて、留守番してるんだけど。すごいニュースだ。ウサちゃんには気の毒だけど。あ、違う。ニュースはそっちじゃない。もっとすごいんだから。オウムの卵が帰りそうなの。今すぐ来て。はい、来た。あ、いや、でも玄関から来て。おっと。オリビア、間に合ったね。こっちの部屋よ。卵持ってきた。ねえねえ、一緒に可愛くデコレーションしよう。いいね。でもとりあえずオウムが先。行こう。おお。オリビア。うん。さあおいで。おいで。出ておいで。頑張れ。頑張れ。頑張れ。オリビアはソフィーおばさんの手伝いに行ったのかも。うん、あ、見て。あれが電話で言ってたオウムの卵だよ。すごい、ピカピカね。やばいよ、冷えちゃってる。あ、それじゃ生まれないわ。温めなきゃ。あったかくて柔らかいもの。枕、完璧。次は鶏よ。鶏？同じ鳥だし、いっぱいひよこもいるし、慣れてそうじゃない？おいで、いい子ね。ちょっとママを借りるわよ。寝ておいで。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ニワトリはやめよう。カモでいいじゃん。こうなったら誰でもいいわ。この子に温めてもらいましょう。出てきた。ほらおいで。頑張れ、頑張れ。あったかくてじっとしてれば何でもいいのに。もう他にいないの？もうなんて可愛いの。本当に可愛いわ。卵を温めてるの。なるほど。ちなみにそれって何が生まれるの？